はいどうも、かっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画ではメダカのビオトープによく導入される、まあこれ定番中の定番種ではあるんですけども、ホテイアオイという浮き草があって、まあこの浮き草がですね、結構暖かい季節というか暑い季節になると、まあ枯れるというか溶けてしまうことがよくあるんですよ。でまあこれ自分も経験したことがあるんですけども、まあ、この溶けてしまう原因について自分なりにちょっと考えをまとめてみようと思います。でこのホテイアオイという浮き草は、これすでにご存知の方も多いとは思うんですけども、まあ、今映っているメダカのビオトープの水面にこれプカプカ浮かんでいるやつですね。でこれ暖かい季節になると、こう熱帯魚ショップだけではなくて、あのホームセンターでもよく外で売り出しとかしてるので、まあ、名前は知らないけども、まあ、見たことはあるよという方は結構多いかと思います。でこのホテイアオイなんですけども、まあ、かなり有名なだけあって、まあ、インターネットとかで、まあ、情報を探してみると、まあ、いろんな情報が出回っているわけなんですけども、まあ、どこを見ても共通して書いてあるのが、まあ、育成は超簡単な浮き草というふうな感じでご紹介されてますね。これはまあ僕も実際に育成してみて、このホテイアオイの育成はすごく簡単だと思いますし、またこれ増やすのもすごく簡単な水草だなというふうに思います。まあ、ただ暖かいというか暑い季節になると、このホテイアオイが溶けて、このビオトープ内のホテイアオイの一部が枯れてしまったり、まあ、最悪の場合はですね、あの全滅までしてしまうっていう声が、あの結構というかかなり多いんですよ。まあ、なので育成自体は簡単なのは、まあ、これはもう間違いないとは思うんですけども、あの環境によってはですね、あのドロドロに溶けてしまうことがあるので、まあ、簡単に育成できるけども、まあ、ちょっと気を抜くとこう溶けてしまう可能性もあるので、まあ、気をつけなきゃいけない場合もあるのかなといった印象ですね。で先ほども言いましたけども、僕もですね、以前育成しているホテイアオイが溶けてドロドロになってしまったことがあるので、まあ、その経験も踏まえて、まあ、溶けてしまう原因について考えられることをいくつか話していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。でそのホテイアオイが溶けてドロドロになってしまう原因というのがこちらですね。1つ目が太陽光、まあ、日光が不足している。で2つ目が肥料ですね、まあ、栄養素が不足している。で3つ目が高水温によるものといった感じなんですけども、でまず最初のこの太陽光の光量不足ということなんですけども、このホテイアオイという浮き草の育成はとにかくですね、こう強い光が必要なことで有名で、まあ、それこそ太陽光がガンガン当たるような場所で育成してあげると、もう本当簡単に育成することができる浮き草です。で逆に太陽光が当たらない場所だと、葉っぱの色がですね、なんか黄色っぽいというか色が抜けたような感じになってくるんですよ。でそのまま放置しておくと、あの黄色から茶色っぽくなってしまって、まあ、枯れてしまうということがほとんどなんですけども、まあ、そのことからですね、あの室内での育成ってすごい難しいんですよ。でも逆にこれ屋外でこう日光が当たる場所に置いておくとすごく簡単なんですよ。まあ、だからビオトープではよく用いられる浮き草としてこう定番種になっているといった感じなんでしょうね。で特にですね、夏の暑い時期に溶けてしまうといった声が多いんですけども、まあ、これで考えてみて、そうですね、原因というと、やっぱ暑い季節っていうのは高水温対策でこう直射日光を遮るために、まあ、すだれを使ったりだとか、こう一時的に日陰に移したりとか、やっぱ水温が高くなりすぎないように、あの対策を取ることが多いと思うんですよ。でそうやって対策をすることで、今までガンガン浴びることができていたこの太陽光がいきなりなくなったり、もしくはこの日の光に当たる時間帯が極端に短くなることが原因で、まあ、それでホテイアオイの成長に悪影響をきたしてるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。で次の肥料ですね、この栄養不足ということなんですけども、まあ、ホテイアオイはですね、すごいこの密集度のあるもっさもさの根っこをしていて、まあ、それで水中の養分を吸収する量も多い浮き草ではあるんですよ。まあ、だからそれだけあの水質の浄化能力も高い浮き草ではあるんですけども、まあ、どんどん栄養素を吸収して、こうビオトープ内の栄養が少なくなっていって、
まあ、それで栄養不足になってしまうという可能性も、まあ、考えられるとは思います。でこのホテイアオイの葉っぱの色っていうのは基本的には青々としているんですけども、この栄養不足に陥ってしまうとこれをですね光量不足と同じように黄色っぽい感じになる傾向にあるんですよ。まあ、ただですねこの栄養不足で完全に枯れてしまうということはあまり聞かないですね。まあ、僕自身ですね生態も何もいないバケツに、まあ、ただこうホテイアオイを浮かべているだけで全然育成ができているので、まあ、肥料に関してはあまり気にしなくてもいいようにも思うんですよ。まあ、ただ見て明らかに色が抜けたようになっている場合はこう肥料を添加しないと枯れる可能性もあると思うので、まああくまでも可能性の一つとしてここでは紹介させていただきました。で最後の高水温による根っこのダメージが原因なんじゃないかってことなんですけども、このホテイアオイ自体は比較的高水温でも育成が可能で、まあ、メダカが普通に生きているような場所であれば問題なく育成ができるというふうに言われています。でメダカもですねすごい高水温に強い魚で、僕もですね前にビオトープ内の水温を測ってみるとマックスで37度っていうのがあったんですよ。まあそれでも全然平気だったりするんで、まあ、なのでホテイアオイもそれぐらいの高水温でも大丈夫だと言えるんですけども、まあただやっぱりですねこの夏の暑い時期に溶けることが多いって言われるので、この高水温にも原因があるんじゃないかって個人的には思ってます。じゃあこの高水温になりすぎるとどんなリスクがあるのかを考えてみると、まずですねろ過バクテリアの活動が低下するっていうのがありますね。まあ、当然そうなるとこうろ過能力が低下しますので、まあ、ビオトープ内の水質は急激に変化してしまう可能性はありますね。であと高水温になると溶存酸素量がかなり低下するっていうのもあります。まあ、これらが原因しているかはちょっとわからないんですけども、まあ、そうやって水質とか環境が変わることで、まあ、水面から出ている葉の部分は問題なくても、この水中にある根っこの部分ですね、ここに何らかのダメージというか、まあ、悪影響が及んでいるんじゃないかって個人的には思っています。まあ、実際にですね高水温になると青ミドルとかの苔が発生しやすかったりするんですけども、前にですね根っこに苔というかドロドロした苔がびっしり付着していて、まあ、それでホテイアオイの株が枯れてしまったということがあったので、もしかしたらですね葉っぱの部分は全く問題なくても、まあ、根っこがダメになってしまった結果この株の方もですね、まあ、ダメになって溶けてしまうパターンもあるのかなっていうふうに思います。でホテイアオイの根っこって基本黒っぽくて調子がいい株っていうのは少しですね紫がかって見えるんですよ。まあ、それで健康か調子が悪いかっていうのが判断できるので、まあ、暑い季節は特にですねこの根っこの状態も確認するようにした方がいいですね。まあそんなところですかね。まあホテイアオイを育成する大前提としてはやっぱ強い光が必要なので、屋外の日の光が当たる場所で育成するのがベストだと言えます。これ室内で育成すると本当よくわかるんですけども、まあ、1ヶ月持たないぐらいでですねもう本当枯れてしまうんですよね。まあ、それぐらいですね日の光が重要なんですよ。まあ、そのことから枯れたり溶けたりする一番の原因はやっぱ光量不足にあるのかなっていうふうには思うんですけども、まあ、それ以外でもこの栄養不足だったりこの高水温ですね、こっちのリスクもあるんじゃないかなと思って、まあ、全部でこの3パターンを紹介させていただきました。まあ、ただこれが絶対ということではないので、あくまでも可能性の一つとして捉えていただいて、実際に溶けたような感じになってしまった時はぜひご参考にしていただければと思います。でもしですねこれ以外の原因とか対策があればですねコメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。